皆さん自分の出番は大丈夫ですかね。はい、じゃあお待たせいたしました。5月10日、毎週恒例となっております、金利は今日からラブマックスの使用で始めます。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は36名、いやーやっぱ多いですね。じゃあ早速始めていきましょう。動画台の方、ねしか初のお魚さん、もみじさんチーム、対するはれんこさん、こうえんくんチーム。はーい。で、2番台の方、いのさん、いんちょさんチーム、対するは三浦くん、黒闇大使さんチーム。あ、もうごめんなさい。本当だ、ごめんなさい。もう、もじみさんですね。はい、じゃあじゃんけんを、後ろのチームですねが動画台です。で、猪野さん、院長さんチームじゃんけんしてる、あ、はいはい、が2番台ですんでよろしくお願いします。はい、早稲田式になります。今日は初っ端なんで清明さんに動画、あの実況お願いしようかと思います。はい、もうちょっとね、あの知識つけてこようと思ったんだけど全然間に合いませんでした。はい、では、アルカナハード3ラブマックス、まあまあ3の時からね恒例にしてた金レジャーのバージョンアップ版のね第1回戦ということで、動画台、まずは、れんこさんのこの葉と、ネシカ初のお魚さんのバイス。さあこれ画面の説明していきますと、ただいま左上に出てるのが、まあ、EP プレイヤーの全国 VP ランクですね。でこれはキャラ関係なくで、左下の方のトロフィー横の数字がキャラ別の、VP ランクですね。まあ、その他はそこまで前作と見た目の変わりはないと思うので、まあ名前が表示されるようになって分かりやすくなりましたよと。あとは対戦が始まりましたら下の方に初等部とか体験入学とかね、まあノーカルドだと出てたりするんですけど、そちらの方は一人用モード、 A ボタンを押しながらスタートをした時にできるトライアルモードの、まあ進行状況によって名称が変わってきますと。まあそんな感じになっております。でその他、まあ、上限満たしたカードですと、なんかタイムの横にね、なんかアルガナ紳士とか、愛の伝道士とか、出てくるみたいですけど。さあ、試合の方は、こちら、まず、噂、お互いちょっとずつダメージを与えたところ、さあ、カウンター1、ジャンビー、しかし、ここは、ちょっと安かったか。ここで、手裏剣の隙に、あ、ゴンバットいったところは、こちらもちょっと落としてしまう。締めは悪かったが、まあ、ダメージは7600、十分といったところ、鏡を張って、さあ勝利からちょっと、さあ結構ね挙動がね地味にやっぱり今までとね違ってくるところがあるんで、うわー、漏れてしまった。さあ結構こんな感じでね、あと前回と違ってやっぱりそのバーストしちゃった時のその EF できないことのね、弱みがかなりできてしまったんで、バースト使うタイミングなんかはちょっと前と変えた方がいい感じのゲームになりました。さあ先に1本取っていくのはネシカ初のお魚さんのバイス。さあまずはさあそこはさすがの様子見、勝利をしっかり警戒していく。じゃあミトールがつながらない、ここでターキノボリ、しかしまだダメージは安いところ。さあ立ち回りでじわじわと攻めているのはレンコ、この肌がここでお魚バイスで処理を吹かしてしまう。しかしこちらもコンボミス、その隙に EF ワンコンボ。さあしかし足払いじわできない、このバイスっていうキャラは足払いじめをすることによりこの強化できる技があるんで、そこで強化して剣をつけるとかなり相当強いキャラになるんで、まあ、ダメージ1回食らうと外れちゃうんですけどね。とか言ってる間にさあ勝ったのはネシカ初のお魚さんのバイス。
はい、で、ツピガーも、はい、対象戦、なるほど。まあ、あと結構今日ね、キンレジャー初っていう人もいると思うので、ちょっと説明いたしますと、ランダム2オン2なんですが、試合の方は、お互いにね、勝ち残りではありません。先方同士が当たったら、次は最初に控えてた人同士が当たって、それでも決着が、つかなかった場合は、代表者、代表じゃないや、勝った人同士がやると、そういう形になっております。カードの使用はご自由にどうぞ。続きましては、イピガー公園アカネ対モジミさんのキャサリンですね。さあ、お互いね、ランクの方は D プラスですけれども、まだ太郎当初なんで全然参考にはなりません。さあ、まずはダメージ取って体力リードはモジミさんですが、ここでさあ、コドナマアガネの特殊ゲージですね。これがあることにより、必殺技が必殺技でキャンセルできるようになって、いろいろと便利です。ここでラリアットアーマー付きの攻撃ですね。これ通ってしまって、しかしまだアカネの根性値弱くなったとはいえ、まだまだ現役といったところ、まだ生きている。さあ、ここでコドナマ1個使って昇竜からのロック技、花投げで締めていく。さらに地上の初心処理はガードクラッシュ効果があります。非常に便利。さあ、しかし最後の一手決めたはモジミさん。第2ラウンド昇竜伸びる伸びる、いい当たり判定してる。ここからさあ、闇のアルカナギーヤを使って空中からでも地上の相手を攻撃していくと。5円透かしてしまった。ここでワンコンボ、補正が切れる形になった。さらに投げて、ここはホーミングゲージなかったので一旦降りてから、さらに空中で捉えていく。これ当たったのはちょっと痛かったが、昇竜しかしジャンビーが通って、ここからさ、1回捕まえると強いのがこのキャサリンというキャラです。エクリプスを使って攻め継続、新しいシステムしっかり使っていく。ここは一旦様子見つつ、8秒をしっかり見ている。バースト、これは前捨てジャミー当たってしまった。しかしこれはまだ安く済んだ。取り返していく。しかしフォースゲージ、キャラの顔の下のゲージですね。こちらがやっぱりあるとないとでかなり違ってくるんで、最終ラウンドそれがどう響いてくるか。イクリプス当たってしまう。画面端、この状況が非常に強いです。キャサリンというキャラ、ラリアットを通って、さあ、風特有のジャンプ 2D 急降下着地からのコンボをつなげて、さらにもう一回捕まえて、ラリアット、超ラリアット、勝ったのはモジミさんのキャサリンということで、ストレートで、お魚さんとモジミさんチームが勝利ですね。はい、次、こっちじゃあ、ノートン先生さん、ゴマさんチームと、ラースさん、ルキさんチーム、動画台手前側の方でお願いします。奥の方は、奥の方も決まりました決まりました。そっちが、はい、猪野さん、院長さんが勝ちと。じゃあ、奥の方の台が、聖女川越さん、小木松さんチームと、アーチャーさんと俺だはい、じゃあその次の試合も呼び出しておきます。これ3、その次の試合、動画台が中村屋さん、より子、2号さん、リリカ VS 推しパン、リリカ、パシーカムイとなっております。次の試合ね、用意しておいてください。で、真ん中の台というか内側の台が、あ、サンシャル、アーさんのシャルと、バグズランド小虫さんのアカネのチームと、ハミーさん、キャシーとレストエルザーです。準備しておいてください。はい、では動画台の方を見ていきましょう。 1P に座るはゴマアンジェリア、なんかすごい発光してる色ですねこれ。バーサスルッキー先、
さあ、ゴマ様、これすでに S でレジェンドがついていますが、レジェンドの上の称号ラブマックスがまだあるよね。はい、でどうやら VP ランキング対戦でもらえるポイントが1位になるとアルカナ選手の称号がつくようですと。はい、さあアンジェリア対先、全一アンジェリアに対してルキ先どう戦っていくか。はい、ドロップキック、あれはボタンためで出る技ですね。50カウントためるとものすごい攻撃力でガード不能という感じなんですが、これ1個ボタンを封印しながら戦わないといけないのでなかなか難しいと。体力リード取っているのはゴーマーアンジェリア、ジャンプ E が今回強いのかな、すごい振ってます。はい、ドロップキック、切ない思いを受け止めて当てて取っていくのはゴーマーアンジェリア。ジャンプ E からゲージ使って取っていくが、リバーサー突進から蹴り返していく。そして画面端ゴマ様の攻めが続いていたが、ここは小足が当たらず、バーストを使っていく。今回システム的になかなかバーストを使いたくないのですが、クラスバス切り返していく。だがこれは位置が悪い、ゲージを使ってもなかなかダメージが取れないのがあの状況の辛いところですね。さきちゃんね、あっと切ない思いを受け止めていく。はい、勝ったのはゴーマーアンジェリアですね。では対象戦、 1P に座るのがノートン先生、ゼニア。はい、 2P がラーリリカ。ノートン先生は知る人ぞ知る狂犬ゼニアということで、なんとここでかつての闘撃壇上コンビが復活というやつですね。はい、壇上というか準優勝コンビです。さあカラーがいっぱいある。あ、このチームチートだろこれ2人とも1位じゃねえか誰だくじ引いたやつこれ。はい、対するはラーリリカ、こちらもランクは A、 4位ということで、はい、熱い戦いが期待されるところです。リリカはやっぱりね、こうやって空中を自由に飛び回っているキャラなので、で今回またフリップスルーっていう打撃投げの技がまた性質が変わりまして、結構空中をうろうろするキャラになっているんですが、攻めているのはノートン先生ゼニア。ゼニアは今回強化されたキャラの一人ですね。ジャンプ B からあの右手に持っているパイルバンカー、あいつをドーンとぶち込むことで効果力を得られるというのがあります。そうですね、ブレイブルーでいうところの誠みたいな、まキャラの下にゲージがあると思うんですけど、あのゲージをパイルバンカーを使う技を使うと溜まっていって、ジャストあの黄色い部分ですね、あそこのジャストで離すと高ダメージが出るという。はい、こんな感じで、しかもあれ空が不能だったりします。完全にジャストだとガード不能になりますね。はい、さあ空対空取っていく、だがなかなかコンボを減らせない。拾って、ここは早めにバーストを使っていく。花のあるかな、なんでやっぱりバースト回転の速さを生かしていく。おろっと怪しい当たり方をしましたが、さあここでバーストを使っていく。ラリリカ、おっと変な当たり方をしているが、ギリギリ残って引っかかってしまう。はい、ということで VP 全員一コンビノートン先生ゴマチームが勝ち抜けです。では次の試合、中村屋さん2号さんチーム対推しパンさんパシーさんチームです。中村屋さん、中村屋さん、中村屋さん、あ、いたいた中村屋。はい、あと推しパンさん、推しパンさん、推しパンさん、あ、いた、パシーさん、あ、いた。はい、じゃあじゃんけんして 1P2P 決めてやってください。